また勝手に人ん家に。それより役に立ちそうな裏技ってないか。役に立ちそうな裏技、急にどうして。女子に教えてあげたらモテモテになれそうだな。そういうことね。ルイー、ペケツどうしたの。画面に傷が。ねえ、ほんとだ、結構目立つな。ああ、それなら僕に任せて。日常で困った時に使える裏技5選。スマホやゲーム機の画面に傷がついちゃった時の裏技。本当にこんな傷が治せるのか。治すというか目立たなくする裏技ならあるよ。さすがゆい、モテそうな裏技きた。それでどうやるんだ。じゃーん、これを使うんだ。何それ。え、それってサラダ油だよな。そんなんで傷が消えるのか。まあまあいいから、ちょっとゲーム貸してみて。はい。サラダ油を画面に塗って。大丈夫なのか。大丈夫、仕上げにティッシュでサラダ油を拭き取れば、ほら傷が見えなくなりました。すっげえ、本当に見えなくなってる。ルイありがとう。でもなんでサラダ油で傷が消えるんだ。それはサラダ油が画面の傷に入り込むことで傷が見えにくくなってるからだよ。なるほど。ただし傷が治ってるわけじゃないから、油が乾いちゃうと傷がまた目立ってくるんだ。長持ちさせたい場合はサラダ油を塗って保護フィルムを貼るといいよ。モテそうな裏技サンキューなんだぜ。シールを上手に剥がす裏技。なあルイ、こんなところにシール貼ってあったっけ。シール、え、なにこれ。もうこれペケッツでしょ。だってゲップおじさんの限定シール貼りたかったんだもん。勝手に貼らないでよ。もう仕方ないな。ん、なんでドライヤーなんだ。ルイ髪の毛濡れちゃったの。これはシールをきれいに剥がすために使うんだよ。なんだって。ドライヤーでシールを温めることで粘着力が弱くなって剥がれやすくなるんだ。そうなの。でも温めると壊れちゃう可能性のあるゲーム機とかには使えないんだけどね。確かにゲーム機にシール貼りがちだけど注意しないとな。ねえルイ、本当にゲップおじさん取らないとダメなの。放置するとどんどん剥がれにくくなるからね。僕のゲップおじさんが。消しゴムがない時の裏技。ちぇ、こうなったら壁にゲップおじさん書いてやる。ああもうペケツやめて。なんでゲップおじさん取られちゃったんだもん。もう書くなら紙にしてよね。はあ、消しゴム消しゴム、あ、消しゴムなくなっちゃったから買わなきゃだったんだ。そんな万が一のために消しゴムがない時の裏技があったりして。あるよ。マジかよ。消しゴムがない時はじゃーん、これを使うんだ。輪ゴム。そう、実は輪ゴムって消しゴム代わりになるんだよ。なんだっけ。確かに同じゴムって名前だけど、本当に輪ゴムなんかで消せるのか。消せるよ。じゃあ消しゴム忘れた女子のために輪ゴムたくさん持っとかないとな。普通に消しゴムを貸した方が喜ばれると思うけど、ちなみにこうやって鉛筆の端に輪ゴムを巻きつけると便利だよ。おお、そんな感じで消しゴムがついてる鉛筆あるもんな。よし、じゃあ消そう。って、なにこれ。ルイに消される前にゲップおじさん完成させたんだ。ペケツ、自転車の錆をきれいにする裏技。はあ、やっと消えた。なあルイ、他にも裏技ないのか。そうだな。あ、そういえばゴーンジ、今日自転車。おう、そうだぜ。ゴーンジの自転車って錆びてたりする。なあ、そうなんだよな。あれじゃ自転車デートするとき恥ずかしくて乗れないぜ。それならお酢を使うといいよ。お酢。うん、錆は金属が空気や水に触れて酸化して起こる現象なんだけど。ルイがまた難しいこと言ってる。まあ簡単に言うと金属と酸素が合体すると錆になっちゃうんだ。でもなんでお酢なんだ。それはお酢に含まれる酢酸という成分が金属から酸素を切り離す効果があるからだよ。おい、なるほど、全然わかんないね。あー、じゃあ今から実験してみよう。おう。それじゃあお酢と水を1対2の割合で混ぜたのを錆びてる部分にまんべんなく吹きかけていって、スポンジで軽くこする。そして雑巾でしっかり拭き取れば。おお、すっげー綺麗になってる。ピッカピカだ。今度葵ちゃんの自転車もこれで綺麗にしてあげようっと。靴にガムがついちゃった時の裏技。よっしゃ、ルイのおかげで自転車も綺麗になったし、そろそろ帰るぜ。ゴー、また明日ね。ん、あー、ガム踏んじゃった。ゴー、どまい。クソ、誰だよ、こんなところにガムを捨てたやつは。ガムはちゃんと紙に包んでゴミ箱に捨てないとダメなのに。ゴーンジ、これ使いな。え、なんでレシート。踏んですぐのガムはレシートで綺麗に取れるんだよ。マジかよ。まあ、騙されたと思ってやってみて。でも、どうやって使うんだ。レシートの文字が書いてる面をガムに貼り付けてギュッギュッって踏んでみて。こうか。うん、
あとはレシートを剥がせばガムも一緒にくっついてくるよ。おお、ほんとだ、ガムがきれいに取れたぞ。でしょでしょ。もしレシートがないときはティッシュを使うといいよ。よし、普段からレシートを大量に持ち歩いてモテモテゲットなんだぜ。そして、ちょっと寝坊しちゃったぜ。って、あれは葵ちゃん？葵ちゃん、おはよう。コーンジ君、おはよう。葵ちゃん、どうかしたの？さっきガム踏んじゃって。なんだって？ここは俺の出番だぜ。葵ちゃん、俺がそのガムきれいに取ってあげるよ。本当に？ありがとう。それじゃあ、足を上げてくれ。え？ん？どうしたんだ？違うんだよ、ガムを、ガムを。チャンネル登録お願いします。こんなに面白いのにチャンネル登録しないわ。